どうしたんやったらね、ふすまが4時十何分になったふすまが。怖い話を教えてあげる。その話を。あ、続き。はいはい。これで結婚して3年目か4年目に旦那さんが交通事故で死んだよ。うん。死んだよ。それでもう若いから27歳だったから、お骨を親の方に5000万ぐらい入ったと思うんだ。600万、500万とお骨を持ってお願いしますと、お父さんの方にしてくれと。それでしばらくしたらね、夜中にね、ドク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 、怖いですね。だから、ドク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 、冬って動いたんですから。それで怖くなって、お母さん呼んで、それでもまたな、それで今度、その永田さんにちょっとしてくれんかと、ちょっとおかしいんだ。そしたら永田さんって止まった時、仏壇がドドドドパタン、仏壇がパタンよ。倒れたらいいですね。永田さん、もう慌てて、もう行け、言うて。それで僕の田舎子供の時にね、もう親父がトラブルだけど、その横に永瀬さんだ。その永瀬さんの娘さんがちょっと頭おかしくなって、あの頃は手術がないから、その横の家に、別の家に住ませてたんです。ああ、なるほど。それで鍵を閉めて、そして何年か5年か7年かしたんじゃないか、死なれて、でそれから5年頃にその家を中塚さんとは変わりたい、はいはい、そこで引っ張っていって、昔は下に引いて引っ張っていくよ、で引っ張っていってそこで住んでたわけ。で僕らも何回もそこに泊まってたんだけど、そうしたら虎尾さん、ちょっと来てくれんか、日曜日に。どうしたんやったらね、ふすまが4時十何分になった、ふすまが変なことやるわけねえと、うちらは虎尾で虎尾としたから、変なことやるわけねえかということで、まあ分かったと、女 2,3 人で行きましょうって言ってみたら、日曜日の4時10何分ね、ほんまに何にもね、3、4分では外に撮ってない、急にそれ決まって時間に、はい、ほんまに動くない。それで、あ、これはほんまおかしいなと、そんな時の日曜日に村の人みんな連れてきて、30人ぐらいじゃん、もう窓から全部開けてみんなでみんなで見ようやって。そしたら、ほんまに4時13分だったから、あ、それで、あ、これ永瀬さんの娘さんがまだ成仏してない霊がそこにあるんだねんか、なるほど、見れんなんねんか。それで、檀家だかどうだか、霊光院で、俺になるんだ、彼方に、彼方にいるんだけど、霊光院の管理さん呼んで、それで高校で言ったら、あ、それはあれだけど、ほな拝みましょう、これ拝んだら、そのアプリが何にもない。あ、やっぱ成仏できてなかったですね。これはほんまに実話よ、これは僕が見たのに実話。中田さんは中田さんのあれだから、まず嘘だよ、ね、それとあれも実話、熱海の伊藤なんだけど、僕は熱海の方で伊藤にお墓があるんだけど、これも実話、急に一発だったもん。それはどうだろう、まあそうね、人は通れるだから、そういうことは死んでも霊がおるってこと。そうですよ、何かしらのやっぱあるだから、ほんまにね、死ぬ前死んでも必ずね、その人がおるときの何か残ってる。あるときは中学生だったから、それを那須で熱海行って、横須賀行って、それで帰ってきて玉野市で店を持ったんです。玉野市で玉野市、玉井とこでね、どうせそのあー、はいはいはい、そこで店を、この件なら小さい店を夫婦で、あ、やってたんです。やってた。そして1年ごとに大きくしていたよ。で、宴会でも作ったよ、4年目に。その半年後に、4年半の時に、家主の、大家さんの家主の娘さんが、カーテンで100円ライターで火をつけた。あの当時100円ライターが出たそうで。そして、その類焼でおかげで、家主さんの家と父の宴会場の店も、7軒全部やっ、あの商店街ですよね。商店街ですよ。商店街からちょっと離れて、商店街より木の宮神社ってある、浜井目神社、あ、はい、ちょっと離れて、はい、分かりました。ここの真ん中ぐらい、その横が大村鮮魚店、その横ない、その時に火事になった時に
長けんね、焼けたもんな。その時の昼時間か、4時15分。怖いですね。出荷はもっと前だったと思うんですけど、僕らが知ったの。ああ、そのパッと見て。トンマさん、カニなんだよって言うから、え、何と、分からんわけ、僕は見てなかった。そしたら、その裏から、もう見えた。それで、それ知ったのが4時15分。その時に、神奈川祭っとったよ。あ、そのお店の僕の。そしたら火はさ行くんだけど、神棚に行くんだけど、その神棚から火が折り返すんだよ。うわって、はい、そこだけ燃えてる。燃えてまあ、もちろんその中も燃えたんだけど、全部は燃えたわけじゃないんだけど、そこはなおたら絶対燃えてる。怖いですね。あの消防士の人が、僕は分からない、その人は分からないよ。消防士の人は2人、あと2人いるけど、どういうことがあるもんなんて、何言ったら、消防車は手伝おうと思ってするわね。そしたら、神棚のが、いつだって燃えないけんのに、ふわっと火が変えるんじゃん。ですよね。わあ、もうびっくりした。これはまあ、僕は見てないから、これは男もわかるけど、消防車さんがとか、そういう火事が言うんだって。へぇー。で、僕はもう、どんどこって、火災保険も郵便局だったんだけど、ちょうど切れた。中金来る人が交通事故ね、入院所のケース、火災保険の間に、さっきの残ったんですか。それでも、ああ、もうやめて、それからに、そんな人の恨みなのか、僕は分からんけど、実際にその火事になったのは4時10分、であそこで、カタカタも4時10分。まあ、偶然なのか分からないけど、なんかありますよね、絶対つながってますよね。なんかつながってんのほうがな、ね、なぜ4時、3時でもええかな。そうですよね、4時でもええかな。4時ですよね、15分って会場はもっと前に行っとったよ、はいはいはい、だから僕ら分からない。気づいた時が店があって、宴会堂に料理を運んだりしようとしたから、その時は分からない。へぇ、それでうちのお店がブワーンと山陽新聞に乗るわな。ほんなうちが大体見えるわけだからな。ですよね。トンマツ看板あの上のあのテントがトンマツ感じるんだから、そこからボワーッと出るんだから、もうトンマツが火だってくるわけだから、その後ろの家から出てくるから、横も焼き後ろも全部長くて、焼けてもらったのが30年はどれそうなんだ。もうその家から宴会でも何にもできない。そうですね、店がねえんだから片付けみたいな。片付けたお金いるよ、それだからいるわけ。店がないんだから料理も何もできない。できんすよね。お金どこで飯食う。ですよね。もうパーですよ。だけどその時にあのこの2年前に裏ラジオにとって、トンマさん、あんたはもうええか悪いかの天使あるのと言われて、何をこの人やんだろう。僕は30分なんですよね。カジは32やから。ああ、確か、うん、何をこの人やんから、こんな手相であんた人生決まるんだら、みんな決まるわ、あいつぐらいと思ってねえよ。確かに。その2年後にそうなんだ。そしてやっともう見て持った時に痛いんだ。なんであの人はいたの。それから勉強だ。本読んだり、いろんな本を取り、同じ本だけだって違う本、人の本、いろいろ人の話を聞いたり、それで僕と同じ線がある人はやっぱりそういう目に思う。あの前本当聞こうと思ったんですけど、トンマツってなんでトンマツなんですか。これはね、僕熱海に行った時に、熱海のお店が洋食と和食の店なんよ。そこで、7年勤めてた。でその名前をもらって、で新しい店でしょうと。でそれは火事にあったんでしょ。あ、玉野の玉、うん、それがトンマツは昔はひらがなでトンマツ。でもここでトンマツいうのは、その後をうちに宴会作ってくれたあの密造船の人が雑されてやると。で残り3年、7年したんだけど、残り3年もう売り上げ落ちてしまって、どういうならんだ、トンマツは辞めたんだったらうちをここやってくれんから。あ、で3年間やればもう冷蔵庫も何もいらないから、あのいつも何も言う冷蔵庫も言うし、でね、後で現金50万渡したら何とかやってくれんかということでやったのが豚マツで、あのトン太郎ね、トン。で、うちがトンマツ。で、店を待つときに、トン太郎でお世話になったから、で、トンとマツの。同じトンマツだけど、豚のマツ。トン太郎ってあのチェーン店の。そうそうそう。ああ、そっから。それをね、
7年間やって10年やってないといけないの。それはもうやれなくて、その残りの3年やらなかったらもうお金も返ってこないし、家賃払わなきゃ。で残りの3年間やってくれるから、だから給料なしよ、もう給料もなしで、どうぞみたいな。だから43年から、それでやって、それで店を持ち、ね、それだけもう設備がいらないか感じが、それでやった。その時この人がおられて、ああなるほど。それでこの人は30万貸し、指輪100万の指輪を貸し込んで、それで1試合入れて、それから酒屋さんに50万貸してもらった。僕は生命保険から何本もらって、そんなのも。前に潰れた時にもうろくなこと言われんがさ、潰れたから、まあそうですよね、だから絶対もうや立ち直したから、でここまでもう36年やってきた。なるほど。いろんなストーリーがめちゃめちゃ話、あれですね、いろんな出来事があって、恥に遭うこともそうだし、あれですね、いろんな出来事があって、恥に遭うこともそうだし、ね、そしてそのトンサーさんも言ってくれた人ね、宴会で聞こえてくれとったな、その人が僕を言ってくれた、それも縁があった。それもトン太郎だろ、僕はトンマだろ、だから漢字の武者の武者を入れたわけ。本当はひらがなの熱海の時はひらがなのトン松やそれで豚のトン松のトン太郎さんに縁があったからな、もう今持って店持ったからトン松という。それでここまで36年間なんとかしてやってきた。だから女も作られし、カップマクシも生活だしねえな、みんなに助けてもらおうからね、助けてもらおうたから今がある。もし金があったらその時言うわ、払えって言うわ、当たり前だな。なかったからみんなしょうがねえから、もうええ、ね、昔の写真見しとかね。あ、そうそう、それはその三十何年前に店持てるか持てるか分からへんが、そんなんな。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。